トライ7、ディスプレイに絵を表示してみよう。基本課題、ペッパーのディスプレイに絵を表示してみよう。ペッパーの胸にあるタブレットはプログラミング時に画像を設定して表示することができます。この授業では画像ファイルを使いますので、前もって児童・生徒用 PC のデスクトップにサポートサイトから画像をダウンロードしておいてください。1. ディスプレイに表示したい絵の画像をコレグラフのプロジェクトファイルにインポートします。 2. プロジェクトファイルパネルのプラスをクリックし、表示されるメニューから新規フォルダを選択し、名称を半角の HTML としてクリエイトをクリックします。プロジェクトファイルパネルに HTML フォルダが作成されたことを確認します。 3. プロジェクトファイルパネルのプラスをもう一度クリックし、今度はファイルのインポートを選択します。ここでディスプレイに表示させたい画像ファイルを選択します。今回は前もってデスクトップに用意した食べ物の画像を使います。 4. 画像ファイルがプロジェクトファイルにインポートされましたが、この画像ファイルを HTML フォルダにドラッグ&ドロップします。 5. 画像表示するには show image を使います。 show image ボックスのプロパティでイメージ URL にインポートした画像のファイル名を直接入力し、上記のように接続します。ポイント、インポートした画像ファイル名とイメージ URL に入力する画像ファイル名は同一にしてください。ファイル名は半角英数字しか使えません。プロジェクトファイルとはプロジェクトを実行するために必要なファイルの集まりのことを言います。ペッパーのディスプレイは HTML という名称のフォルダの中しかアクセスできない構造になっています。